皆さん、こんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってきました。えー、独学でね、尺八を始めたいっていう方の、まあ、応援のためにね、いろいろ動画を撮ってるんですけれども、今日はね、ちょっとそれに特化した話かな。あの、したいと思います。あのー、尺八をね、えー、独学の時と、この尺八をおすすめですって紹介した、ブログの中で紹介したのがあります。これ、プラスチック製の U っていう社会です。でーん、これですね。ね、まあ、届いた時はね、 こうやって日、ね、本に分かれてくるのでこういう状態なんですけれどもでこれとてもて、あのー、安い値段で、まあ、安い値段はそうだね竹の尺八と比べると安い値段ゼロ1個違う値段で買えます1万円、一万五千円くらいかなで以下で買えますこれねで性能は ももうその何倍もあります値段以上の性能がありますね、えー、問題点は、えー、とちょっと重いってことぐらいですねでもそれ以外はもう最高に入門用としては最高の楽器なのでこれぜひおすすめしますでじゃあ届きましたこうやって分かれてますじゃあ、えー、とつなげてじゃあ尺八を拭こうっていうことがポイント大事なんですけれどもこの時ねまさかというかね、えー、もしかしたらあるかもしれないので一応注意,注意点を紹介しますねえっ、ー、とはい この歌口のある部分とこの3つの穴が開いてる部分をこうやってこうねこうやってつなげますよいいですかこのカットしてるところが前に向きますよいいですか大丈夫ですかねたまにあるんですよあのオークションとかあとねこれびっくりしたんですけど写真の素材サイトそういったところでこうですよこうこのま全くのこう真逆の状態ですがねそれでこうやって構えてね なんかこうやってなんか変なこうやってこうやってフーとかって吹いてる写真があのなんか素材としてね売られてたりするんですよちょっとびっくりしましたけどそれ見た時には、うんまあ、まさかね独学で始めようっていう方はねこういう風に無きにねあの無頓着なことはないと思いますがもしねそうしてしたらあのこれ独学での一番重要なことっていうのはちゃんとねこう見ること。 ね、そしてどうやってるかって分析することなのであのもしねくっつき方間違えた人はね独学でやるのはちょっと向いてないかもしれないので、ね、注意深くね観察するっていうのが大事ですからねできました、ねはい、これを拭きますで最初にねこれ拭く時にねよく落ちるミスなんですけれども割となんか着圧吹いてみましたみたいな YouTube の動画を見ると意外とやってる人がいるのが穴を全部塞いでふって吹いてることです 穴を全部塞いで拭くっていうのは、まあ、最初のうち結構ね難しいんですねなので一番最初は音を出すだけでもねちょっと苦労される方多いので穴が全部開いてる状態穴を1個も閉じないで拭く拭くのをお勧めします、えー、楽器の持ち方はねあの以前の動画とか見て参考にしていただければといいと思いますが、まあ、こうやって,持って左手は添えるだけそして軽く拭いて穴を押さえずにハァァ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 からスタートしてください ね、えー、独学で尺八、えーえー、吹きたいと思ってる方ねどんどん上手くなるように僕も、えー、動画いろいろ、えー、出していきたいと思いますので是非、えー、ご覧いただければと思います、えー、それでは今日のワンポイント動画ここまでにしたいと思いますありがとうございましたお疲れ様でした